京泉沼駅は宮城県京泉沼市小町一丁目にある東日本旅客鉄道の駅並びにバス停留所である。鉄道駅としては大船渡線の単独駅かつ終着駅。バス停留所としては京泉沼線 BRT と大船渡線 BRT が乗り入れている。本港ではこれらを一括して扱う。宮城県の鉄道駅としては最北端。 および最東端に位置している。二面四線を有する地上駅。かつては、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線で、ホーム有効長は、一番線四両、2.3番線六両までとなっていた。一部の大船渡線の列車は、東駅で増解決を行っていた。東日本大震災後の三陸地区の活性化貢献を狙って、 2012年に駅舎のリニューアルが行われた。駅のテーマは漁港の街で駅舎入り口に三陸海岸の岩を模したアプローチゲートが設置されている。2008年の仙台宮城デスティネーションキャンペーンに合わせて地元の画家によってメカジキの付近防漁が屋根に描かれていたが、このリニューアルで同じ画家によるメカジキと漁民の格闘の絵に描き直された。 2014年に1番線と2番線の間の線路敷地をかさ上げし、専用道化され、BRT が校内から発着するようになった。BRT はそれまで駅舎を出て、左側にある観光案内所に隣接する乗り場で発着していた。元の2番線は、専用道部分が2番線で、一の席側にある線路部分が新たに3番線となった。 元の3番線の線路上にホームを拡幅し、側線を新たに4番線とした。2015年には、上市市寄り方面を除く大船渡線 BRT も乗り入れを開始した。これにより、改札口からすべての乗り場へ階段なしで移動できるようになった。直営駅であり、管理駅として、大船渡線の新垣駅精営機間。 気仙沼線の元吉駅不動の沢駅間の各駅を管理している。緑の窓口、自動券売機、ニューデイズ設置。構内には気仙沼 BRT 営業所がある。また当駅で夜間大白の運用もある。ただし、当駅の弁当販売業者は日本鉄道構内営業中央会の会員ではなく、また大型時刻表に駅弁販売駅を示す。 ベンマークは記載されていない。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は94人である。また、BRT における1日平均乗車人員は、気仙沼線が87人、大船渡線が58人である。近年の推移は、以下の通りである。なお、気仙沼線の柳内津駅東駅間と大船渡線の東駅西駅間は、 東日本大震災後に BRT による復旧をしたため、2011年以前の統計は鉄道運行時のみのものとなっている。当駅は気仙沼市の中心市街地の外れに位置しているため、町の中心駅としての機能を南気仙沼駅に譲っていた。ところが2011年の東日本大震災による大津波で、 南気仙沼駅など他の駅が甚大な被害を受け営業休止になってからは中心市街地で唯一営業している鉄道駅となった。駅前ロータリー付近に気仙沼駅前停留所があり発着する路線は以下の通り鉄道事業が廃止され BRT に転換された区間鉄道時代の隣の駅も下記と同様であった。BRT ありがとうございます。